はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は提督の決断の方、続きをプレイしていきましょう。前回まではですね、陽動も兼ねてかつドイツの側面支援、イギリスの弱体化を狙ってアフリカに対して、艦隊の行動を行っていたんですが、一旦ですねアフリカの方は防衛と陽動に専念してですね、アメリカの西海岸を今後攻略していきたいと思います。で、そのためにですね、ちょっとお金を使うのはもったいないんですが、アフリカ西海岸、こちらにですね、何もしないでおくというのもちょっともったいないかなというところもあるので、飛行場を建設していきましょう。で、飛行場を建設した後すぐに奪われてしまうっていうのはちょっともったいないかなとも思うんですが、どれくらいの戦力を配備するかというところなんですが、まずはアフリカの西海岸、ここには飛行場を2つ作ります。4週間かかるんでね、4週間の間黙っててくれればいいんですが。で、アフリカの西海岸を取った後はですね、希望砲にはすでに航空基地ありますんで、ラプラタ沖、ここにも飛行場を2つ作ります。これでだいぶね、そのいわゆるお金はなくなってしまうんで、ここはなんとかしのぎたいなというところですね。で、艦隊戦力の方を見ておくとですね、まず第一艦隊、これはハワイに集結している艦隊で、今ハワイの方はだいぶ戦力を充実させています。この後アメリカの西海岸の攻略を視野に入れてますんで、第一艦隊、これは空母4隻ですね、うち軽空母2隻になります。で、第六艦隊、ここは装甲空母、大砲型の装甲空母4隻を要する空母艦隊で、第八艦隊の方も装甲空母4隻に戦艦が4隻になっています。で、第9艦隊は一応ね、消耗した艦艇の補充用にと考えています。で、第10、第12、第14、第16、このあたりは潜水艦隊になっていまして、これでね、アフリカ西海岸の敵艦隊戦力を削っていきたいなというふうに思っています。次のターンでアフリカ西海岸に兵を出していきましょう。艦隊を送り込んでいきましょう。どうしてもね、信長の野望とシンクロしちゃいますね。シンクロしてしまいますね。で、今希望砲に入っている艦隊、ここが一応味方の、アフリカ方面で活動していた艦隊なんで、これらをですね、最悪差し向けながらっていうのを考えていきましょう。で、できればですね、この後の動きなんですが、アメリカの西海岸を取って、メキシコ、さらに今ペルーまで取ったら、いよいよフォークランドを取って、つなげていこうかなと、海域をね、日本の占領海域をつなげていこうかなというふうに思っています。で、第1艦隊は、ハワイ、第2艦隊に関しては今ラプラタ沖に入っていますね。で、このラプラタ沖にいるこの艦隊は、この後ですね、一度希望砲に全部戻して、希望砲待機という形です。で、あとはですね、未編成の艦隊でいうと、日本近海にいる、この第5、第7、第11ですね、まず第5艦隊、これに関してはハワイへ。で、第7艦隊に関しては、もう少しね、編成を強化したら、これもハワイへ送り込んでいきます。で、第5艦隊の方でいうと、いやいや、第7艦隊ですね。第7艦隊で言うと、空母がね、もうちょっと入ってきてほしいかなというところですね。で、第13、第15艦隊用に、この後はですね、いつもの内政等々をやっていきましょう。まずは情報活動で、アメリカの西海岸。ここはね、もう正直、入れておかなくても、大体内容は分かっているんですが、ドイツ第三帝国に、ドイツには、いつもは石油を渡してるんですが、ここはアルミを送りましょう。で、兵器開発のところは、ちょっとね、これといって今すぐ欲しいものはないので、一旦これで先に進めちゃいましょう。で、肝心のですね、艦隊なんですが、まず航空機の方で言うと、今ね、ちょうど製造中、
開発中って言った方がいいのかな、いくつかあるので、この辺りがしっかり仕上がってきたら、作っていきたいなっていうふうに思っています。で、特にね、この虹二の長距離爆撃機、これが完成するとだいぶ、戦いやすくなるかなと思いますので、まずはこの虹二長距離爆撃機、これの完成を待ちましょう。そのためにお金を温存したいんですが、まず輸送船を、何隻か、作った上で、かつ、艦船としてはこの後消耗が予想される潜水艦ですね、潜水艦を大量に建造しておきましょう。で、あとはですね、何回かお話ししてきている超弩級戦艦ということで、キー型の戦艦ですね。まあ、このシナリオの中では、ヤマト極みという呼び方をしているんですけど、そのヤマト極み型の戦艦ですね、キー型の戦艦、これも、建造していきたいなというところにはなってきますんで、まあ、ただな、もうすでに、艦隊戦の主力は、完全に空母にとって変わられてますからね。まあ、どこまでこの意地になって戦艦にこだわるかっていうところはあるんですけどね。さあ、では一旦これで置いておいて、お金が取れるところにとにかく回してい、いきましょう。輸送船を。そうするとラプラタ沖とかね、ちょっとこの後すぐ奪われちゃう可能性もあるんですけど、ラプラタ沖に配置しておいて、アメリカの西海岸に、艦隊戦力、まあ航空戦力等々はない完全な潜水艦隊戦力になりますが、この潜水艦隊を送っていきましょう。まあ、ここはね、できるだけ、まあ損害は少なく、かつ敵に対してはダメージを与えていってもらいたいなというところなんですけど、いかんせんね、敵の方もだいぶ対潜水能力が上がってきてるんで、簡単にはねやっぱいかないんですよね。まあ、とにかくここは潜水艦を消耗して消耗戦に持ち込む形かな。まあ、あの敵の空母なり戦艦なりをね少しでも沈めておけば、やっぱり潜水艦の方が明らかに、建造期間も短いし、必要なお金鉄も少ないですからね。ここで日本海軍としては占領している領域が増えている分ですね、消耗戦に持ち込んでも、まあ、ある程度勝機があるかなというところですね。で、その間に虹二の超長距離爆撃機を完成させて量産したらですね、いよいよ空母艦隊を持って敵の航空基地に対して攻撃をかけていくと。で、この時にですね、やっぱりアメリカ軍の方が飛行機の性能が圧倒的にいいので、できれば水上部隊、敵の機動部隊はもう完全に排除した状態で戦いたいんですよね。さあ、偵察機がガリガリ飛んでるけど、どっかに空母がいるのか。敵の空母が出てるようであれば敵の空母を仕留めておきたいところなんですけどね。潜水艦空母みたいなものがあると、潜水艦からね、そのいわゆる偵察機が飛ばせたりするんで、すごく戦いやすいかなとも思うんですけど、どうしても潜水艦だとね索敵範囲が狭いんで、このあたりがね効率がちょっと悪いかなというところはあります。まあ、ちょっと敵機を発見できないんで打足の話をしておくとですね、一応今年の、目標は月1タイ旅行と
いうことで目標に掲げているんですけど、一応ですね、1月にはタイに旅行に行ってまして、2月に関しても飛行機予約済みです。で、3月はちょっと今休みの調整をしていて、3月休みが取れれば、まあ最悪2泊3日の超弾丸で、4月はですね、4月の終わりからゴールデンウィークにかけて、まあ1週間ぐらいで旅程を組めればいいかなということで、一応今ANA の方でキャンセル待ちを入れています。で、キャンセル待ち、もし滑り込むことができなければ、まあ、LCC とかでね、なんとかチケット確保しようかなというふうに思っています。なので一応ね、3月が、未定といえば未定なんですけど、今では、1、2、3、4、5となんとかね、毎月行けるかなというふうに思っています。で、6月が、まあね、本当にわからないんですよね。ちょっと待ってね、これ敵の艦隊もしかしてゼロ？いやー、敵の航空機が出てるっていうのはわかるんだけど、お、敵艦発見したな。よし、ようやく敵機発見したか。敵艦発見したね。敵の空母一隻でも多く沈めよう。潜水艦はね、もう最悪沈められても全然いいんで、とにかく、いやー、ここだな。敵の駆逐艦クラスがね、ちょっと邪魔くさいんですよね。さあどうなる？ここは敵の艦隊は全滅に追い込みたいけどな。敵の軽空母も全滅させたいな。ちょっと味方の潜水艦の損害もバカにならなくなってきてるね。よし、敵の艦隊戦力の主力は叩いたっぽいな。味方の潜水艦のね、消耗も半分ぐらいは沈められたかなという感じはしますけど、これでね、敵の後続の艦隊も同じ要領で叩いていって、最終的に敵の艦隊戦力がなくなったところに味方のね、空母艦隊を投入させたいという意図なので、まあまあ、ありといえばありか。どうした？どこだ？どこ？どこへ？敵の艦隊はどこにいる？完全に見失ったな。ここか。どこに隠れてたんだ、敵の艦隊は。ここに駆逐艦部隊がいるな。これ厄介だな。これ潜水艦が蹂躙されるな。いや、まずいな。潜水艦がことごとくやられるぞ。いやー、駆逐艦がのこんなに残ってたか、厄介だな。逃げ切れるとも思えないしな。これは潜水艦隊3個艦隊が一気に損失する可能性があるな。大丈夫か？
魚雷を発射してほしいんだけどな。もう魚雷が打ち尽くしてる状態だからどうにもなんないね。いや、潜水艦隊、三航艦隊が全滅か。いやー、敵の空母を仕留めた段階で撤兵させておいてもよかったかもしれないですね。ただ駆逐艦だけで構成された艦隊があるとはちょっと想定してなかったな。駆逐艦相手に味方の潜水艦が全滅だな、本当に。しかも軽空母モンローを取り逃がしていると。ただ正規空母含めて空母、軽空母かなり損傷を与えてるからいいか。いやでも潜水艦隊、三航艦隊全滅ってかなり痛いな。爆撃機飛ばしてくるね、みんな。あと2ヶ月かかるんですよね。だからあと1ヶ月かな。あと1ヶ月で虹に長距離爆撃機が完成するという状態ですね。さあ、アメリカ西海岸ですが、ハワイに入っている戦力がだいぶ、潜水艦戦力が減衰したな。まあ、これはしょうがないね。第16艦隊に編入しましょう。残された潜水艦遺跡は、そうか、もういっぱいか。16編成になってると。そうすると潜水艦が上がってこないと話にならないな。第11艦隊、これ潜水艦隊だな。この潜水艦隊が次のターンでハワイに入ってくると。で、第5艦隊、これが空母が入っているけど艦載機は乗っていない状態だね。そうすると優先的に作りたいけど、次のターンで虹に長距離爆撃機が完成するんで、それまでは我慢をした方がいいですね。なんで物資援助でドイツにアルミを送っておいて、技術開発だな。技術開発はもう工業レベル以外上げるところはなくなりましたね。いよいよここまで来たなという感じですかね。で、新兵器開発のところは、艦載照射レーダーを開発しておきましょう。でだ、ハワイの方はどうするかというと、まずは、次のターンは我慢をして、その次のターンで艦隊戦力、潜水艦ですね、再び送り込んでいきましょうか。で、ちょっと怖いのがやっぱ西海岸、アフリカの方なんですよね。最悪希望砲で敵を迎え撃つ準備はできているので、希望砲で敵を迎え撃つでいいんですけど、まあ我慢かな。ここは我慢だな。最悪失ったとしても我慢。まずは西海岸ですね。アメリカの西海岸。おお、来たね。虹にヤマト極み、24ヤマト極み。まあこのね動画シリーズ見ていただいている方はもう虹って何っていう話だと思う方はいらっしゃらないかなと思うんですけど、もしね今回から見ていただいている方いれば、虹っていうのは僕の大好きなタイのゴーゴーバーのね、お店の名前になってます。潜水艦も仕上がってるね。よし、さらにここでついに虹二の長距離爆撃機も完成しましたね。で、これ長距離爆撃機って名前ついてますけど、もう完全に護衛機から偵察までこなすような形で考えてます。では早速ですね、大量生産をしていかなきゃいけないので、まずはいつもの忘れないうちにやっておく内容としては、もう工業に
お金を突っ込む必要はないかなと思ってます。というのも、物資援助で、ドイツに物資を、アルミを提供すれば勝手に工業の支援が入ってくると思うんで、ここはもう無視しましょう。で、それよりかはですね、必要になってくるのが、虹に長距離爆撃機なんですよ。これを製造できるだけマックス製造しましょう。虹にの長距離爆撃、これ夜間戦闘が不可なのがね、ちょっともったいないんですよね。もう何ターンか我慢すればこの辺りがカバーできるようになるはずなんですが、まあこれはしょうがないというところで一旦置いておいて、次のターンで何をしなきゃいけないかっていうのを考えていきましょう。まず第11艦隊、この潜水艦隊で残されたアメリカの西海岸の戦力を削っていきましょう。この2個艦隊を投入。潜水艦の戦力としてはちょっと物足りないかなという感じがするんですが、第12艦隻は潜水艦が1隻だけなので、これを投入するのはちょっとバカバカしいというところですね。で、残された艦隊戦力でいうと、まずこの第5、第6、第8、この潜水艦隊に空母艦隊に虹に長距離爆撃機を積んでいきます。虹に長距離爆撃機をガンガン積んでおいて、この虹に長距離爆撃機を次のターンで投入するというのを想定してます。で、そうなるとちょっとね、飛行機の数が多分足りなくなるんじゃないかなと思うんですよ、虹にが。虹に長距離爆撃機、虹爆が足りるかどうかだな。どうしてもね、その護衛機も同じ足の長さにしてあげないと、爆撃機だけ足が長いとね、敵の空母なり基地なりに迫った時に結果的に護衛機なしで爆撃機が単独飛行をしているなんていうことになりかねないんで。おっと、虹の長距離爆撃機がもう切れてるか。いやー、もったいないな。しょうがないね。全然距離が違うよね。これはもう2、3ターンかけて虹の長距離爆撃機を完全にものにしてから攻撃を仕掛けていった方が多分いいかなっていう感じがするな。というわけで、まずはこの第7艦隊に艦艇を入れていきましょう。で、正規空母も入れてだ。これでどうする？従順、軽順、駆逐艦、従順をちょっと減らしてだ、代わりに空母を入れてあげましょう。で、まあ、現地調達っていう意味でこの第7艦隊はおっと一度決定してしまって、第7艦隊をハワイの方に送り出しましょう。艦載機は途中で、編成が可能ですからね。で、問題はこの第10艦隊、新しく編成する第10艦隊にしっかりと潜水艦を補充して潜水艦隊をハワイに送り届けるっていうことかな。どうしてもね、潜水艦がさっき見てもらったように敵の駆逐艦相手には弱いので、敵の駆逐艦相手できるように水上部隊も出せっていう話なんですけど、どうしてもね、敵の航空戦力が強すぎて出せないんですよね、水上部隊を。で、もちろん今回はお金を全部航空機に突っ込んだんでお金がないんで、やれることは何もありません。空母艦隊はね、数は揃ってきてるんですが、
どうしてもね、アメリカ西海岸の攻略するにはそれでもまだ数が足りないというのもあるので、一旦これでターンを送って、再び潜水艦隊による、敵の艦隊戦力水上部隊の減衰作戦を始めましょう。多分ね、さっきの駆逐艦部隊も一度ね引いているんじゃないかなというふうには思うんですよ。結構ね、言ってもダメージは与えているんで。で、できれば2ヶ月先を目安に、空母の戦力を揃えて、艦載機の戦力って言った方が正確かな、揃えてアメリカ西海岸に攻撃を貸しかけていきたいんですよね。さあ、敵艦発見だ。これは空母部隊だな。よし、空母を叩こう。魚雷を撃ち尽くしてから沈んでほしいんだよね。沈むときは。いやー、駆逐艦かなり数出てるな。いや、駆逐艦かなり数出てますね。思ったより駆逐艦の数が多い。あとは1隻でも2隻でも潜水艦が逃げてくれればいいんだけど、潜水艦は全滅だな。これはまあしょうがないよな。本当にこの戦い方でいいのかっていうね、疑問もね出てきちゃいますけどね。まあ、潜水艦が、まあ、何隻 2,3 隻は残ってくれたって感じかな。で、次のターンで空母が出せないっていうのかな。敵の水上部隊がどれくらい出てるかが全くわからないですからね。今回はどうだろう、2個艦隊は確認できましたよね。空母部隊と軽巡駆逐艦の部隊、2個艦隊は確認できましたけど、今のアメリカの艦隊戦力を考えると2個艦隊ってことは絶対にないんですよ。もう1艦隊必ず出てきていたはずなんで、この第9艦隊か、この第9艦隊がどういう戦力だったのかがわからないとちょっとな、怖くて次のターン出せないよな。さあ、ハワイの戦略爆撃機が全滅か。で、虹の装甲空母、これ虹の装甲空母って書いてますけど、あの同じ大砲型です。ちょっと名前を間違えただけですね。なので空母はそれなりに揃ったか。そうするとだ、まずは物資援助で同じく鉄じゃない、アルミですね。アルミをドイツに供与しておいて、これで工業の支援をもらいましょう。でだ、ちょっとね偏った投資になってしまうんですが、虹の爆撃、これをまた生産できるだけ生産しましょう。100機か、もうちょっと数は欲しかったな。まあしょうがないね。でだ、ハワイの方の艦隊戦力にこの虹を配備していきましょう。どうする、護衛機はともなく、ともかく直縁機は変えていく。直縁機はそうだな、変えよう。
直縁は全部、虹にを外そう。数的に直縁を虹にする必要はないんで、まあなんといってもね、冷戦の21型か、空戦能力は C。冷戦の32型、22型、52型、まあ、この辺りはちょっと数が足りてないかな、レップ。まあ、いずれにしても、一旦ですね、すべて乗せ替えましょう。そうすると、爆撃機としては100機前後、多分、節約できるんじゃないかなと思うので、直縁に関しては、全部変えます。21から、徐々に使っていこう。で、爆撃機、あるいは護衛機に虹を優先的に割り当てていくという形にしないと、どうしても虹が足りなすぎますね。この辺りはちょっと目をつぶるしかないかなっていう感じかな。で、偵察機に関してはどうしても足が長い偵察機を用意したいんですよ。アウトレンジ攻撃にしたいので。敵をより遠い位置で発見して、一刻も早く爆撃機を飛ばして、敵空母あるいは敵の航空基地を破壊するっていうね、そういう作戦でいきたいので、まずは優先的に護衛爆撃偵察機に関しては、足の長い虹にを使っていきましょう。で、残りに関しては、まあ、しょうがないかなって感じかな。ここは一旦自動配備にして、護衛機がちょっと重いな。まあ、しょうがないね。護衛機が重いですけど。護衛機の数もうちょっと減らしてもいいかなって感じするんだけどな。護衛機が12機でしょ？ 12 機も護衛がいるかっていう気は正直するんだけどな。護衛機は護衛機でね、できることならば専用に設計したいんですよね。爆弾とかを減らして空戦能力をより高めたものを、やっぱりしっかり護衛機として設計したものを当ててあげた方が、多分生還率も高まるんじゃないかなとは思うんですけど、今ちょっとその余裕がね、残念ながらないというところなんですよね。で、直縁に関しては繰り返し言っている、この虹に爆撃機ではないものを配備していきましょう。これで、どうなってるかというと、虹の長距離爆撃機が31機か。できればフルフルで搭載してあげたいので、第8艦隊の方が、今何も入っていない。いや、入ってるね。何が入ってる？艦載機。虹には絶対入ってないでしょ。入ってないよね。なんで、もう一旦我慢しましょう。もう一旦我慢しよう。で、代わりにと言ってはなんなんですが、第11、第12、うわー、ボロボロだな、潜水艦隊が。しょうがないね。そしたら、これは第11、第12から、潜水艦1隻ずつしかいないんで、なんとも言えないんですが、次のターンは攻撃を仕掛けないで見送るしかないのか。ちょっともったいないね。でね、こちらハワイにいる、戦略爆撃機も全滅させられてますからね。よし、臨時予算で7500か。これでさらに虹の爆撃機を作っていきましょう。まず諜報活動は、メキシコ湾まで広げましょう。で、その上で、まずは物資援助で、これでもうね、いわゆる技術投資は完了するんじゃないかなと思います。で、肝心要の
航空機、虹に爆撃、これがどれくらい作れるかだな。200機前後は作れるんじゃないかな、今回は。200機作れるね。もう200機全部作ろう。でだ。次のターンは、また潜水艦戦力を投入するとしてですね、まずこちらの第10艦隊、これをアメリカ西海岸へ。でさらに数は減っているものの、第16艦隊もハワイへ送ります。で、整理しなきゃいけないところで言うと、まずは第7艦隊ですね、あ違う、第8艦隊かな、第8艦隊の方に艦載機、これを配備していきましょう。で、虹2が配備されるんで、直縁をまた同じことになるんですが、21型に乗せ替えていきます。直縁が17って多いな。護衛機が逆に5機、どういうことだろう。護衛機が多かったり少なかったりっていうのは、自動配備の時に一回一回ね変えていくのがめんどくさくて、そのままにしちゃってますけど、違う違う、護衛機は違うぞ、護衛機はそのままでいいんだ。直縁だ、直縁、危ない危ない、これ間違ってるとね、護衛機がないまま敵の上空に爆撃機だけが飛んでいくっていうね、悲惨な結果になるんで、それだけは避けたいですよね。そろそろどうだろう、基地も完成するんじゃないかな。西アフリカとラプラタ沖に建設中の、よし、これで一応次のターンに空母4隻に対して虹の爆撃機が全部積まれた状態になりますね。まあ次のターンではね攻めかからないんですが、あとはこの辺りはもう艦載機をとりあえず乗せておきましょう。まあ、次のターンで出撃するかどうかというのは別にしてですね。で、あとはですね、日本近海にいる完成したばかりの新しい艦隊が作れるので、新編成で艦隊を作っておきましょう。装甲空母を含めて、いくつか作れるね。あとはね、この防空艦ですよね。防空艦をしっかりハワイに送り込んでいってあげなきゃいけないので、防空艦をハワイに送っていきましょう。さあ、では、ちょっとね、時間が長くなってしまいましたので、一旦今回はここまでにしてですね、次回引き続き、アメリカ西海岸攻略戦お届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。